たくがりの犬ってかだそうで、マジでどこに行ってもなんか嫌、ナチュラルに山散らまうと通って生きるこの向こう側、私を見て私を見ていて、フェミっぽいくせこっち全否定、女の子じゃなくて自分じゃ苦労してない顔面わかるわけない乙女心、私を見て彼氏のスペックで決めないで、私評価してマロマロ守ってくれなきゃやだけど、まあ MV ちょっと待って、ずっと全力だった。あ、来ました、あ、来ました。あ、じゃあフィさんちょっと詳しいで、ここからもう始まってるんで。あ、マロさんすいません、ありがとうございます。今日は、はい、ガイドクチャンネルで一番おしゃれスポットで今日撮影することになりました、はい、やったすいませんね、こんな変な YouTube にちょっとお願いしちゃって。何でもないです、ありがたいです。見てきました。見てきました。そう、マロさん、あの大森さんのやつを僕がツイッターで上げたらすぐになんか5番目ぐらいにいいねしてくれて、はい、あ、これもしかしたら受けてくれるかもと思ってあの大森さんキューブでお願いしちゃいました。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。この表参道は、はい、何のゆかりがあるんですか。表参道はあの私がアイドル辞めてアルバイトをずっとしてた場所なんですけど、まあ、いろんなアルバイト続かなかったんですけど、表参道のアルバイトが一番長く続いて、で一番あのお金ももらえた思い出の稼いだ思い出の場所ですか。はい、場所です。じゃあちょっと歩いてみてもいいですか。はい、ちょっとあの結構その前ゾック、まあ、もう重さとちょっと重複したんですけど、はい、ゾックの YouTube ではいろんなことを聞いてるから、まあ、それと同じようなこと聞いてもまたしょうがないなと思いつつ、はい、あのまあ、僕の YouTube の場合はその視聴者層がそのゾックとかなり違うから、はい、全く知らない人に金木マロさんって今何してる人なんですかって聞かれたら何でいつも答えてますか。はい、現在の活動というか主な、でもなんか簡単に言ったらいつもアイドルですって言うんですけど、なんかゾックってアイドルですって言葉でなんかあの片付けれるあれじゃないなと思って、はいはい、自由に生きてますとか言ってますそんな感じ。じゃあ例えば何でしょうね、親戚のおじさんにどんなグループ名乗ってきたらどんな風に説明するんですか。全く知らない人だとして、アイドル、いやーはちゃめちゃはちゃめちゃな自由なグループ、でも音楽がめっちゃいいよって言います。あ、なるほどね。あ、それめちゃくちゃ伝わりやすいかもしれないですね、はい、そうなんだ。だって無事メジャーデビューすることも発表されましたもんね。はい、1月そうですね。え、こっち見てていいんですよね。あ、僕そうっす、もうこっち見てていいです、はい、全然。どうですか今状況、なんかその 気持ち的には。いやー、なんかその活動休止があったりとか、あとやっぱり族に入る時も賛否両論、昔から応援してくれてた人とかいろいろあったので、なんかあの新しいことをやって、最初はなんかマイナスな意見だった人も応援してくれたりとかしてたから、活動休止になった時はなんかそういう人たちの一回応援しようと思ってくれた気持ちとかも裏切っちゃったかなみたいな不安な気持ちとか申し訳ない気持ちがすごいあったんですけど、メジャーデビューっていうのはあのすごい大きいニュースだし、初めてのメジャーデビューでは私はないけど、それでも何回もできるもんじゃないし、すごいことだなんていうのがあるので、はい、誇らしい気持ちです。あ、ごめんなさい、信号が点滅しました、ごめんなさいね取りやすいようにすげえいいペースで歩いてくれてたんですけど、はい、そうっすね。マロさんだって2回メジャーデビューする稀有なアイドルですもんね。そうですね。います、そういう人って、なんていうか、ね、違うソロとしてとかじゃなくて違うグループで、はい、しかも両方ともなんていうか、パルプロエッグもインディーズ期間とは言わないけど練習生期間じゃないですか、はい、で特にインディーズ期間があるからメジャーデビューするまでこうちょっと前置きがあるっていう、いやないんじゃないですかね。それが面白いなと思って、はい、そういう人がなんだよっていうのはちょっと面白いなと思って、はい、そもそもじゃあ最初
あのマロさんって、はい、ハロープロジェクトから始まってるじゃないですか、アイドル人生が、はい、何歳からアイドル人生始まってるんですっけ。9歳です。 9歳ですよね。9歳で初めてアイドルになりました。どこ出身でどんな家庭で育ってアイドルになりたいと思い始めたんですか。はい、まあ、ちっちゃい頃からモーニング娘。大好きで、はあはあ、最初は会ってみたいなみたいな気持ちから入ったんですけど、はあはあ、会ってみたいなからどんどんこうコンサートとかに行く友達も多くて、幼稚園の周りの子とかで。あ、幼稚園からも行ってたんですか。行ってました。幼稚園、小学校とかすごいみんな行ってて、はあはあ、でもみんな会ってるじゃないですか、もうモーニングに。私はもっと近くで会いたいなみたいな、みんなよりもモームスを好きな自信があったから一歩上に行きたいなと思って、入るしかないなと。あ、そんなより近づこうっていう。はい、完全にファン、ヤバいファン。ヤバいファン、はい、子供ながら。はい、ヤバいファン。その時まだ推しって言葉ないじゃないですか。でもで、ね、誰に強い憧れがあったんですか、その幼稚園時代。ナッチとカゴちゃんが大好きで、まあ、基本みんな好きだったんですけど、そのお二人が特に好きだったかなって思います。はいはい、何するんですか、真似とかするんですか、家で。はい、振りコピーするとか。その時モームスのカード、モーカーって呼ばれてて、はい、モーカーをめっちゃ集めてたんですよ。でもなんか私は結構、まあ、お母さんがあの東京で働いてることも多くて、実家は埼玉だったんですけど、周りの子がなんか埼玉では買えないようなレアなカードとかを、なるほど、原宿のハロープロショップとかでお母さんの仕事についていくと買ってもらえて、それをなんか手袋つけなきゃ触らないでみたいな、すぐ厳重にレアカードを保管したりとかして自慢してました。へ、ちなみにお母さんのお仕事ってなんか言ってもいいもんですか。はい、あ、お母さんはなんかデザイナーとかイラストレーターとか、なんかアパレルとかいろんなことをやってたんです。へえ、すごい。埼玉の少女はそれで幼稚園がなりたいってなるじゃないですか。なります。何歳で応募を始めるんですか。応募は最初に初めて応募したのは小学校2年生で、その時が、はい、モームスって中学生からしかなれない時代だったんですけど、はい、研修生みたいなのを募集するっていうのが、私が小2の時に初めて、ハロプロの中で初めてそういう文化がなって、はいはいはい、これは予定より早く受けれるぞってなって、なるほど。受けるしかないんで小2で受けたんですけど、それはもう3次審査とかで落ちちゃって。あ、そう、3次まであるんですか。でももっと先輩たちは6ぐらいまであったじゃないですかね。え、じゃあ3次は、マロさんの3次ってのは、はい、それ受かったらなれてたってことですか。全然序盤だと思います。あ、なるほど、はい、で落ちちゃって、はい、落ちちゃったんですけど、あの落ちた後に家に手紙が届いて、また次、はい、オーディションやるときにあったら、このペンダント持ってきたら、書類一次審査免除で受けれますっていう。へえ、ペンダント買ってくれるんですか。はい、なんか記念のペンダントが来て、もうそれずっと大事に持ってて、2年後にもう一回オーディションが来て、はい、これは受けるしかないと思って一時は免除で2時から受けて、そこで受かりました。へえ、すごい行きですね。そんなペンダント皆さんに配るの。そうですね、みんなに配られたのか、どこまでの人に配られてたか分かんないんですけど。そっか、でも3時ぐらいだから、そっか、まあ、要は有益なというか、うん、一応なんかテレビ局までは行って、3次審査の時はで審査みたいなのしたんですけど落ちちゃって。あ、そうか、それってテレ東ですか。テレ東です、はい。あ、何人受かるんですか、それって。でも私が受けた時に受かったのは30何人とかで。あ、 それって多いのかな。2万人ぐらい。あ、でも2万人から30人、はい。あ、じゃあ本当にだから、まあ、そうか、当時のそのハロプロオーディションって最近でいう乃木坂、欅坂、坂道合同オーディションぐらいのノリってことですよね。うん、そうですね、当時は。だって満受けて30ですもんね。はい。でもそこでもやっぱ、とりあえずなんかデビュー決まるわけじゃないんで、研修生が30何人選ばれただけで、ほうほう、結局だから、当時の人でハロープロジェクト残ってる人は1人もいない。へぇー、ね。どんどん、みんな小学生とかだったんで、高校の前ぐらいで受験を考えてやっぱ辞めちゃう子とかがすごく多くて、だから全然、うん、長かったですね。バックダンサー5年ぐらいやってます。あ、そっか、5年やってるんですか。はい、研修が5年。
研修5年、そうか、それ5年の下積み期間って、はい、どんな、まあ、小学生ですけど、うん、どんな気持ちで過ごしてるんですか？でもなんかすごい気が強かったので、はあ、誰にも負けたくないし、なんか友達を作らないようにしようって思ってて、なんか友達っていう気持ち、はい、情が湧いちゃったら私の中のなんか闘争心、はい、競争心とかがなんかなくなっちゃう気がしたので、はあ、友達を作るってよりはもう一刻も早くここから抜け出したい、誰がデビューできるか分かんない状態だったんで、もう1日でも早くみんなより一歩上に行きたいっていう気持ちで、なんか常にだからそわそわしてました。まあ、なんかレッスン行くたびに審査されてる気持ちっていうか、やっぱりその頃からその勝ち気な気持ちは変わってないですね、ずっと。そうですね、もう今よりもやばかったと思います。あ、そうか、小学校の時の方が、はい、そうか、周りのバランスを見るとかができないから、小学生、ただ負けたくないみたいな。じゃあもう小学生にしてちょっと尖ってる若手芸人みたいな。でも尖りまくりそうですね、友達ごっこしてんじゃねえよってことですもんね。なんでみんな連絡先交換してんだろうって思って何してんの、何してきてんのって思ってました。かっけえ。それまだ10歳未満ですもんね。ちょっと9歳10歳ぐらい、9歳10歳でそんなこと思ってんの、はい、かっこいいな。その時一緒にやってた人たちって、はい、練習してた人たちってスマイレージさんとか、はい、まあ、そのキュートさんとかベリーズコボさんみたいな、うん、そういうモームスの姉妹ユニットっていう言い方が正しいんですかね。うん、でもキュートさんとベリーズさんはその私の落ちたオーディションの時に合格なさった方々で、はい、私の同期はやっぱスマイレージとかあのアップアップガールズ。ああ、今もでもやってますよね、アップアップガールズさんぐらいなんですけど、アップアップガールズもハロープロジェクトの中ではデビューできてなくって、あ、そっか、プロジェクトをクビになったっていう感じで、あの、はあ、他のところでアイドルをやってたので、実はハロープロジェクトに最後までの私と同期で残れたのが、私とそのスマイレージのリーダーだった和田彩香ちゃん、はあ、2人、そう、35からさらに2万からじゃあ2人になったんだ最終的には。はい、そうですすごい、1万人に1人の逸材っていうふうな、ん、言い方ができるわけですね。じゃあ、まあ、みんなそれぞれ違う事務所とかでやってる子とかもいるんですけど、そこに残ったのは全然いなかった。あれなんだっけな、まさ、ちなみにここら辺、どこら辺ですか、ちなみにオフィスって。もうちょっと先です。もうあっち側ですね。へえ、はい、ちょっとどっかでね、あの人気がいなさそうだったらちょっとマスクを取って喋ろうとしたんですよね。どこら辺がいいかな。でもまあここら辺だったらそんな車もいないしいいかな。なんかあのデビューする前に、まあ、一応契約のいろいろな説明のお話の時に、はい、あの今までが部活だとしたらこれからは軍隊みたいな感じだけどそれでも大丈夫ですかって言われて、はい、まあはい、やりたいことなので頑張りますそれが小学で、そのデビュー決まったのはでも、あ、そうか、スマイレージとか、はい、高校生になる前なので多分中学3年生とか、へえ、だと思います。そうか、中3ね、はい、そこってそっか、でも5年かかってるけど、うん、中3で芸能人として CD デビューしてるっていうのは、はい、普通に考えたらこうは早いって言ったら なんて言ったらいいんだろうな。そうですね、普通にまあデビューを目指してる人の中では、はい、早いかもしれないけど、始まりも早かったので、なんか私としては思ったより時間かかっちゃったなって思いました。中3ながらね、はい、みんな同い年ですか、当時デビューしたメンバーっていうのは。3人同い年で1人だけあの2つ下の子がいました。じゃあ中3に3人と中 1人、そうですよね、すごいよ。ここかで聞いたんですか、高校ちょっと緑がバックで切れ取れるからちょっとごめんなさいね。あ、いいですか、はい、あ、どうぞ。あ、やった、カンナギマロ様が僕の YouTube に移りました、はい、これで、ありがとうございます。すいません、あれ、え、あれ、みんなの前で発表されたんでしたっけ、デビュー。はい、そうです、デビューのメンバーは研修生 の、 あのリハーサルの終わりにみんながいるところで発表されました。 そこにはツンクさんもいるんですか。はい、ツンクさんの口から発表されて、いや、急にその日に発表されることも知らなかったから、急にデビューメンバーを発表しますって言われて、え、入ってるかなみたいなドキドキがすごい大きかったです。それ何人から4人だったんですか、その時は。その時もでも20人ちょっと
まあ、新しい子もまた入ってきたりするので後輩のね、はい、結構いたと思います。へえ。普通にじゃあ一人ずつ呼ばれるんですか、名前で。そうです。福田カノンって呼ばれたんですか。じゃあ呼ばれました。へえ。それどんな空気ですか。やっぱなかなか普通に他の人が落ちてる人もいるから喜べない、どんな感じですか。うん、喜すっごい嬉しかったんですけど、やっぱ喜びにくい気持ちみたいなのはあったんですけど、まあ当時一番仲良かった子と一緒に帰る約束していて、でその子が入ってなかったら気まずいなと思ったんですけど一緒に入れたので、そこじゃ車の中ではい、車で帰るときに叫びましたそうか、そこやっぱ実際必要ですよね、はい、みんなの前でちょっとね、うん、ファン感買っちゃいますもんね、はい、あれ CD デビューしての感触は どうだったんですか。いやもう忙しすぎて。そうなんだ。全然1年間休みが多分1日もなくって。そうです。まあ必ず毎日ぎっしり詰まってたわけじゃないけど、あのスケジュール見ても本当に休みがなかったんですけど、はあ、なんか疲れることをするっていうよりも毎日が初めてのことだから、テレビに出るとか取材とか撮影も初めましての人がほとんどで、なんかあたふたした1年間っていうか。あの時ってね、自体デビューした時に、まあ、結構音楽番組あった時代じゃないですか、はい、歌番ギリありました。歌番なかったです。あ、そうか、ヘイヘイヘイはヘイヘイヘイはありました。ミュージックステージは今それは余裕でありますもんね、はい、何出たんですか、スマイレージは。でも歌番組はそんなに大きいの出てない。あ、そうですか。と思います。あ、意外と M ステとか出てないですか、はい、出てないです。あ、そうなんだ。バラエティーとか見させてもらうことが多かったです。あ、そっかそっかそっか。記憶にあるのはダウンタウンデラックスとか。あ、へえ。あ、トンネルの皆さんのおかげすごいだとか、めちゃイケとか。あー、そっかそっかそっか。カレーの扉とか。へえ、すごいっすね。あとなんだっけ、なんかでもすごいテレビでいつも見てた有名な人に会います。そこで、トークするんですか。トークです。そのトークも面白くしなきゃいけないみたいなことすごいマネージャーさんに言われてて、あの何か先輩に振られたら必ず一言で返すなみたいな、はいって終わらせたら、あ、もうよししないぞみたいな感じで、もうなんて返そうかとか常に頭の中で何パターンか返答を考えておかなきゃいけないっていうのがもうめちゃくちゃプレッシャーですごい。だって中3とか高1でそんなこと考えてるってことそうね。そうですそう、そっか、ダウンタウンさんが振ってくれてん やぞみたいなことですもんね、うん、へえ。それ山田さんって言ったらやっぱスパルタなんですか。スパルタでしたね、めちゃくちゃ。今はすごい柔らかいらしいんですけど、当時はめっちゃスパルタでした。へえ。4人もいるとなんか怒られやすい人とそうじゃない人が出てきますね。います。どのタイプになったんですか。でもめっちゃ怒られやすい方でしたね。あ、一番みんなで同じことしてても一番怒られるみたいな。へえ、なんでそれは。言いやすかったの。でも言いやすかったのか、もう本当に一番その中でも僅差で一番悪かったのかわかんない結構怒られるタイプ。はぁ、その後スマイレージっていうのはどうなってくるんですか。でももうデビュー1年経って、1周年の時に新メンバー募集急遽発表されて、その後オリジナルメンバーがもう4人中2人抜けてしまって。あ、そっか、2人抜けちゃったの。はい、そっからなんで4人、9人、8人、7人、6人ってなって、また9人、10人、11人みたいな感じでどんどん今も増え続けて、増えたり減ったりをしてるって感じ。だってなんか 4スマとかなんかいろんな言い方ありますもんね。あります。なんかオタクの人たちも、はい、4スマ、まあでも4スマ、6スマっていうのが結構言われます。4スマがこう恵まれずというか華々しくデビューした4人の時で、6スマはちょっとチケットの売り上げが伸び悩むとかで47都道府県をハロープロジェクトでは初めてライブハウスで回る期間の時のメンバー。あ、じゃあちょっとその苦渋を飲んだというか。そうですね、うん、へえ。この前 TIFF でなんかそのももクロさん、はい、あの当時のアイドル戦国時代を一緒にいて、うん、今もなおステージをやってるのももクロさんと私だけかもみたいなことを書いてましたね。そうですね。ももクロさんは同期なんですか。
一応なんか割と同期インディーズでももクロの方が長く多分下積みはしてるんですけど、メジャーデビューしたのが同じ時期で、その時にメジャーデビューするアイドルがめちゃくちゃ多くて、結構一緒にライブをやることが多かったんですよ。へえ。でももクロがスマイリーズの歌歌ってくれたりとか、そういう交流が結構あって、あ、多流試合的な。そうですね、なんかあのアイドル あのバラエティとかもすごい多くて、その時ももクロと一緒に出ることがすごい多かったです。確かになんか AKB 以外のなんかありましたよね。なんかそのメジャーイケで AKB 以外だらけの運動会みたいな。運動会とかもあったし。へえ。結構なんかバラエティで喋るタンプそうですよね、モノさん割と。そうですね。それはなんか役割として勝手にこう出来上がってたもんなんですか。いや、なんかもう可愛くないっていうのを結構言われてたんですよ、周りからも。ビジュアル担当じゃないし、歌が上手い子もいたし、ダンスが上手い子もいたからってなったら、なんかもうそこで抜かそうとするのは結構その時無謀だったんで、まあ、喋るしかないかなっていうところはありました。へー。やっぱシミュレーションとかするんですか、練習とかするんですか。しました。もうあのアメトークとか見ながら、自分がひな壇にいたらなんて言うかみたいな。へー。考えてて。そうですね、あとメモとかしてました、ノートに。こうやって言われたらこうやって返すとか。その時にもうありのままの自分だったら、面白いことって限られてるじゃないですか、事実だけだったら、うんうんうん、だからもうシンデレラの生まれ変わりっていうキャラにして、はいはいはい、あのこうやって言われたら公開するとかを決めてった方がまあ楽とか。フォーマットを作ったんですよ、はい、その時当時は今その当時の福田カノンとしてのことですね。へえ。シンデレラの生まれ変わりっていうキャラを覚えててくれる人がいたりとか、うんうん、あのスマイレージって言った時にシンデレラがいるグループだよねみたいな、バラエティとかで挨拶に行った芸人さんとかに言われたりとかすることがあって、あ、やっててよかったなっていうのとか、なんか4人で出てた番組に1人で呼んでもらえることが、あーなるほど、こいつは喋れるぞみたいなたりとか反映して、それはすごい嬉しかったです。お笑いが大好きだったので、はぁ、あ、まあ、芸人さんになれるじゃないか。そっか、一緒にね、フィールドに立てる、面白いって思われて嬉しいみたいな。へえ。その当時共演してた芸人さんとかってどんな人が多かったですか。その当時ですか、誰だろう。でもそれこそあの芸人さんじゃないですけど、菊地亜美さんとかがバラエティでめちゃくちゃ、はあ、待ってる時代。なるほどね。でしたね。確かに菊池亜美さんすごかったですもんね、はい、アイドリングで一人だけめちゃくちゃテレビ出てましたもんね。そうですね、そのぐらいの時でした。辞めるっていうのはどのタイミングで決めたんでしたっけ。辞めるっていうのは、3期メンバーが加入するタイミングがあって、その時になんか、まあ、私もすごい視野が広がっていて、もっと違う世界もあるなっていうのを感じていた時だったので、まあ、このタイミングで世代交代じゃないけど、まあバトンタッチしてもいいかなっていうのを思って辞めました。それってその視野が広がってたってどういう変化があったんですか、自身。その頃それこそ前もそのゾックのインタビューでも言ったんですけど、大森聖子さんの歌に はまり始めたりとか、新生かまってちゃんとか、そうバンドが大好きになって音楽ってなんかアイドルだけじゃないんだなっていう、アイドル以外でも音楽をやる方法っていうのはあるんだなっていうのをすごく感じて、なんか違う世界を見てみたいなって思いました。でそれでそうか、辞めて最初にじゃあ何始めるんでしたっけ。バイトです。そうか、それで最初何のバイトするんでしたっけ。最初は眼科のバイトです。あ、そうかそうか、眼科のバイトで、はい、こうマスクができるところっていう。あ、そうか、バレちゃいけないからね。合法的にマスクができるところを考えた結果、はいはい、まあ、病院の受付とかかなっていう。そっか、それ結構すぐ辞めるんですよね。あれすぐ辞めます。すぐにバレてしまって辞めざるを得なくて、そっからちょこちょこやったんですけど続かなくて、でたまたま見つけたおもち参道のアルバイトは結構続きました。あ、そこに高校にたどり着くわけですね。はい。あ、ちょっとまたおもち参道歩いてもらっていいですか。はい、歩きます。へえ。ちょっと一瞬だけこのプラダ映してみますか。はい、マロさんがいる状態で。へえ。プラダで働いてる。このプラダを通ってたんですか。はい、通ってました、この辺の道。へえ。
なんていうんですか、やっぱ表参道はなんかあれなんですか、選び方としてはやっぱイケてるからっていう感じですか。その前に私北千住で働いててバイトをしてて、はいはい、北千住でバイトしてる時に人目につかないっていうか、こうファンの方に合わなさんだところっていうので最初北千住を選んだんですけど、はい、なんかこう働くことって別に恥ずかしいことじゃないのに、どうしてもコソコソする気持ちになっちゃうのがなんか嫌だなって途中から感じて、表参道だったらなんかこうベタだけど表参道 OL みたいな気分になれるんじゃないかと思って、表参道っていう場所を選びました。あ、なるほどね。あ、じゃあそれちょっと後でくっつけよう。ちょっと今あのちょっと順番を多分編集で変えますね、はい、ごめんなさい。表参道ライフ、そうか、表参道が続けられたのはどんな居心地の良さがあったんですか。あ、でもすごい考え方がなんか新しい会社で、ほうほう、あのそれこそもうこう今はコロナだからリモートって結構あるじゃないですか。ほう、もうそもそもリモート推奨してる会社だったんですよ。それ何年前ですか。でも3年、3年前からね。はい、3年4年ぐらいだと思うんですけど、でリモートワークをすごい推奨してて、はあ、なので家でもできるし、それこそ私は旅行に行ってその合間の時間で働いたりとかもしてたんで、へえ、旅行中に頑張れば旅行代元取れるみたいな旅しながら働くみたいな。はい、ありました。僕それ違う番組でそんな人も取材したことありますわ。本当に湖の湖畔でパソコン打ってますみたいな。あ、でもそれも全然できる感じでしたね。そう、そうですよね、はい、最先端行ってたんですね、マロさん、その時に行ってました。で、これは続けられるなみたいな。で、私結構あの落ち込んでくると人と喋りたくなっちゃうんで、そしたら、まあ、オフィス行って、はあ、喋ってランチして、まあ、働いて帰って、またじゃあ来るのは2週間後ぐらいでいいかなみたいな。めっちゃ自由。自由でしたね。それ結構稼げたんですか、その時は。結構稼げました。もう自分のペースでできるし、何よりなんか楽しかったので、バイトしてるっていう後ろめたさがあんまりない、のびのび働けて、はい、なのでいっぱいシフト入れて稼げましたね。バイトしてる後ろめたさっていうのはどういうことですか。なんかもともとアイドルだったのに今はこんなところで働いてんのかみたいな目で見られたらどうしようみたいな。あー、なるほど。のもあったんですよ、そのお店とかで働いてるときは。でもそこはなんかそれぞれにすごい役割を与えてくれたり、はい、個人個人にあの目標を与えてくれたりするので。アルバイトの方にも。そうです。次はなんかあなたの任せた仕事とか、はい、チームでこの売り上げ、はいはい、販売とかの裏方だったんですけど、この売り上げを超えられたらご褒美ありますみたいな。へえ。しかもあの稼げたしインセンティブとかもすごいあったんですよ。何インセンティブって何ですか。やったらやった分だけ、売れたら売れた分だけプラスで給料をもらえるみたいな。なるほど。そういうのもあったんで、私そういうのがあるとすごい頑張れるタイプだから。はい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 。頑張れます。じゃあフリーディレクターめっちゃ向いてますよ。そうなんですか。だってやればやるほど金になるんですよ。あ、もう、はい、そうですマラさんのそのバイタリティって、それもうでも子供の頃からなのかな。だって自分でも動画編集しちゃうじゃないですか。はい、ゾック YouTube で一番すげえなと思ったら、普通にあれ毎週ちゃんとやってたら神奈木マロえげつないなと思ってましたけどね。はい、自分で音楽撮って、うん、トーク撮って MV 作って編集してあげてるって、なかなか大変じゃなかったですか。大変です。でもなんか楽しみにしてくれてるっていう声が、こんなにも頑張る活力になるんだっていうのを実感しました、ね。なるほどね。ちなみにそのリモートワークやってらっしゃった時に、はい、ちょこちょこなんか自分でも YouTube やってました。なんか僕前にあのマロさんのインタビューゾックで撮る前にいろいろ調べた時に、はい、なんか自分でも MV 作ってませんでした。作ってました。それはそのまさにその時ですか。そのリモートワークぐらいの時ですか。リモートワーク、まあ、ていうか、その表参道時代ですか。はい、かぶってたと思います。それはなんていうんですか、自分趣味的なことなんですか、それともどういった心境でそのアルバイトしながら、はい、MV 撮ってたんですか。うん、趣味もあったし、あの時ちょうどやっぱこの後何をするかを悩んでて、はい、その時に、まあ、YouTube っていう自分の場所、はいはい、何かを投稿できる場所があればちょっとは
できることの選択肢が広がるんじゃないかなと思って、そうそう、まあ、とりあえず始めてみたっていうのはあります。へえ、そもそも何歳で卒業したんでしたっけ？21だと思います。そっか、21で、じゃあ研修生からすると何年やったんですか？10年か、ちょうど10年ぐらいやったのか。ちょっと、はい、10年やったアイドルを一回やめて、はい、普通の女の子になったじゃないですか、はい、いわゆる、うん、その普通の女の子3年ぐらいやって、はい、やっぱちょっと何ていうんですか、そういうステージがある世界というか、うん、芸能の世界に戻りたいなみたいな気持ちが芽生えたってことなんですか、うん、それとも、いやなんかそれも自分でもまだ定かではなくて、はいはい、何でもいいからもう一回表に出たいと思ったことは結構なくって、はいはいはい、なんか歌いたいんだけど一人で歌うっていうのは自分にも合ってないし、はいはいはい、それをやりたいってわけでもなかったし、バンドを組むにしても、まあ、この年から自分でまた楽器を覚えてそんな人についてきてくれる人っているのかっていうのがすごいあって、方法が分かんなかったんですよね、何をして外に出たいかっていう、まあ、そんな時に、まあ、ゾックの話を聞いて、まあ、すごい初めてなんかやってみたいよりもやりたいっていう、あーもうなるほどね、気持ちが動いたのが初めてだったので、はいはいはい、そうですね、まあ、最初にゾックができる時に声をかけてもらってたんですけど、その時はまだ、まあ、事務所を辞めてなかったし、はいはい、自分の気持ちも完全に振り切れてなかったので、はい、できなくって、はいはい、からもう一回そういう話になった時にやるしかないなっていうのは、へえ、ここですね、オフィスが、あ、ここで働いてたんですか？へえ、なるほど、へえ、ファン聖地巡礼しにしちゃうかな、お宅の方がいや、なんかそれで言うと大森さんがここのカレーうまいんだよって言った歌舞伎町のど真ん中にあるカレー屋が、あ、行ったんですか、マラさん、みんなでどっか入ったばっかの時に連れてってもらいました。あ、そうそう、あ、ここがいつもの行ってる喫茶店ですね。コーヒーショップクール、コーヒーショップクール、これ何しに行くんですか？カレーがうまい、カレーうまいんですか、ここ？カレーが今も来る、今も来る、今も、今も来る、何しに行くんですか？カレー食いにだけ？うん、あのカレー屋に結構ファンの人が行ってるっていう投稿があって、ね、なんならちょっと僕がゾックの YouTube やり始めてから、はい、うちの妹がちょっと、なんかツイートしてましたよ、ね、そう、大森さんとゾックのお宅になり始めて、あ、中野サンクプラザ行ってるんですよ、ありがとう勝手にチケット取って、明日ライブなんだよねとか言って、しかも旦那さんが忙しくて一人で行ったって言ってた、はい、誰も友達いないから、一人で行くくらい、そうそう、もう普通に、だこれのコメントフォローってテレ下に字幕入れるんですけど、はい、それうちの妹がやってますよね、大森さんのやつ、すごい、マロさんのもお願いします、お願いします、はあ、やりたいって言ってました嬉しい、めっちゃハマってますよ、そう、もう、だからごめんなさい、ちょっとすげえ脱線しちゃったけど、はい、あれ、あ、そしたらこっち行こうかな、ここ通ってました、あ、ここ通ってました、はい、へえ。